丸山先生といえば、カタカムナの研究家ででも非常に、えー、有名で、えー、活躍をされています。カ、えー、カタカムナってね今ね再熱していて非常にね興味を持ってる人たちが、えー、多くなってきてるんですけれどもカタカムナってちょっとね難しいというかね、まあ、かなり高度な話なので分かりづらいんですよね。 で僕もカタカタムナに関すする本本はかなりの本を読んでいます、えー、有名なところではね吉野さんっていう方がカタカムナ研究で有名ですけれども、えー、僕は最初に、えー、丸山先生の本に出会った時に一番最初に僕の中で「あカタカムナってそういうことだったのか」っていうのがしっくりしましたそしてこれは、えー、最新刊です、えー、丸山先生の書いたねこれまだ僕読んでなかったので、えー、これから購入して読んでみたいなと。 思ってるんですが面白いのはね中にねいっぱい図板が入ってるのとそれから丸山先生特有のね漫画で話をしてあるんだよねだからこれもねちょっとね読むのはね楽しみですね。ということでご本人から「カタカナ」とは何かということをこれから解説をしていただきます。 はい、えー、丸山信弘先生との特別対談、えー、お話をいたします。えー、丸山先生いろんな、えー、面を持っていて、もう多彩な方なんですが、一つはカタカムナの研究家でもあります。えー、こちらのね、アネモネに、えー、カタカムナの、えー、覚醒カタカムナということで、えー、特集に載っておりまして、えー、この中にもね、丸山先生がかなりの、えー、紙面の中で登場して、えー、カタカムナのことを、えー、解説。 しててくださってるんですねで。僕もカタカムナはもちろん古神道の神官なので以前からまあいろんな方のね、えー、本を読んだりとか講演を聞いたりとかして研究をしてたんですが一番僕がカタカムナでしっくりきてしかもなるほどこれがカタカムナの神髄だっていうのが分かったのが丸山先生の本を読んでからなんですね。うんうん で、えっと、僕もその丸山先生の本を読む前からおそ、えー、らくそうに違いないと思っていた僕の直感があって「カタカムナ」は平面で図形として書かれているけどもこれは絶対立体だろうと。 それと、えー、要するに回転体になっているけれどもおそらくカタカムナは、えー、ホロスコープのようになっていてカタカムナ人は空中にこのカタカムナの要するに言語が見えていたんではないかというのは推測をしていたんですが、うん、それを全く、えー、先生はあの模型まで作られてそれは解き明かされています。うん、なののののでで先先生生本を読んだ時ににやっっっぱりこれかってすごい思い思ましたちょっとカタカタムナのね 解説をしていいただこううと思いますそうですそでねカタカムナっていうのはねまあ分かりやすく言うと形があの時空間のエネルギーを引き込んだりとか時空のゲートを意識,意識のまだレベルなんですけども時空を超えて全然違うレベルのところに行くことができるっていう、まあ、そういったあの,のものなんですけども基本的にはね 医療医学原子,、えーまあ、原子力とかあらゆるものに使えるテクノロジーが出てきてます僕はいはい、これはねあの今やっと医学的にはものすごい奇跡を起こすレベルまで高めることが今できちゃったんで、うん、もうえこんな医学があっていいのかっていうようなお金のかからないもう瞬時に変化が起きるっていうのができちゃったんですけれど、はい、もうもう一個狙ってるのが 常温核融合っていうのもねもうやり始めた人たちもやっぱりいらっしゃいますけども、うん、最高の常温核融合を今後僕は作り上げるだろうと思ってますうんつまり全く原子炉がいらないあの安全なあの原子炉っていうのをおそらく10年以内にあの僕はやり始めるんだろうなっていうふうに思ってますね。んだからいいろんななな問題がなくなってしまうっていうのを 作るそれも全部カタカムナに書いてあるんで<ー>つまりカタカムナはどうやって読み,み,読みといてその原理をどのように使っていくかってことがものすごく大事になっててまあいっぱい本出してますけども一番新しいやつこれ美容のこれがね僕がとにかく世の中に出したかった本で、ねはい、これがね実はカタカムナの立体っていうのがあってカタカムナって駅でもあるのねカタカムナから駅も全部占いも来てるわけ。カカタカムナのの真髄っていうのはね まあ極端に言うとこれなんですここれこれが、うん、例えばあどっかにあったかなあ,のあったねこう型紙っていうのね123455を貫いたら今度逆回転で678910っていう回転が逆になるこ,こでだから「ね、岩とはに雷手」っていうあれをあの図形にしてあるだけなんですけどもこの今のやつをねこうこのやつを 風船だと思うと、プーって膨らませて、こういうリターンにして、うん、あの、球体にしてしまったのが、さっきのあの、前に見せた矢たの鏡の図形なんですけども、はいはい、まあ、それがここにその理論とかが全部写ってあるんだけども、もうこれがすごい本なんです、これが。こうやってね、こうやって書いてあるでしょ。この本はね、読むとね、 天才になるだけじゃなくて、運気も全部上がるわけだよね。球体の中にせい正四角形のものが入っている、うん、つまりね、例えば、サイコロって頂点が8個あるじゃないですか。はい。はいはい、8個あるよね。はい、で、矢田の鏡も8個あるじゃないはい。丸が、はい。はい。で、これに、これを8等分にしようと思ったら、すごい点が打ちにくいでしょはい。思わない 打ちにくいよね。慣れてないから。はい、ここ打って今度はこっちからこうやって、あ、またずれてしまったってなるけど、はい、ところが、この、これは8個始めから均等にあるもんだから、はい、これを球体の中に内接されたら、内接してそのプロットを全部取ったら、球体を均等に8等分できるわけよ。なるほど。つまり、球体で話をしたら、 この、こっちがこうやとか、こっちがこうやとか、こうやとか、こうやとか、とか球面で話すと、僕ら頭こんがらがっ、はい、だから、それをまず立体に変えて、はい、その立体を外側に、プラスチックの球面で折って、プロットして、8等分、球をきれいに8等分する点をやって、もうそれをの点を結びながら、ヤ田の鏡を作っていくわけ。うんうん、その、詳しいやつがね、ここに入ってますけども、この本は持ってるだけで、 あの事ががカタカタムナの神となるようになってますうんこの薄いんだけど漫画なんですねこれ漫画がほとんどで漫画で説明しないとわからない本なんですけども、うん、まずこれがすごい今の僕の科学のカタカムナ科学の最先端の真髄でこれをもって人を完全に変えることができて。 あのしまうだろうと思ってますね。元もとも,もちろん、このその前に肩噛むなっていうこういう本も出てますけども、まあ変遷がありますけども、両方読んでくれたらいいのかなと思ってますね。うんうん、あとはもう一冊フォレストからも本が出てるんですけども、はい、本を別にあの売るために売ってるわけじゃなくても、そういうのはどうでもある程度良くなったんですけども。あの岩手のね。もう波動危機器だけで病気を治す先生が。 いらっしゃるんですよ、はい、その先生が僕のこのカタカムナの高次元カタカムナを見てカタカムナが完成しましたねって言ったカタカムナは今までこういうあの形じゃなくて球体が回ってる形じゃなくてカタカムナっていうとどちらかというとこういうこういう形ですかあう,うん。まあ、カタカムナっていうのはまあこういうね 通常のです、ね、の上の通常のこういう形だったんですけどもこれだと作動しにくいってわけうん、うん、でそれで「高次元カタカムナ」にしてしまって全部この「高次元カタカムナ」で歌詞を書き換えたのが<う>フォレストさんに載ってるもう一個のカタカムナの本なんです今日持っってこなかったけど<う>でその本は1ヶ月でまず初版が売り切れたぐらいすごい。 1> 1ヶ月かかってない<ー>28日ぐらいでもう売り切れちゃって<ー>それぐらいみんなが持っただけですごいっていう本で,、はい、でまあそれは何かっていうと実はその高次元カタカムナが八のの鏡の球体を元にしてて作っるだからそういったことでカタカムナの時代っていうのはどうしてもみんなはカタカムナっていうのをこれ以上触らないようにする。らか バチが当たるんじゃなないいかかとか思、うん、まさかこんなカタカムナを例えば僕みたいに表カタカカカタタムムナナ裏を作ったりもしなないいじゃ普通に出てる楢崎さんが見つけた、はい、カタカムナだけを見つけ使うでしょ、はい、っ解読しようと思ってももともと総辞書って言って、はい、見えない世界と見える世界があるんやから見えるカタカムナと見えないカタカムナがあるはずなの。うん ゴーゴンさんで言えば見えるアガツチアの葉と、うん、もう一個見えないアガツチアの葉が二つ一緒になったらこの時空は変化するのよ、はい。それもあの隠してあるところもちゃんとアのンストラ知ってるけども、うん、か見せない絶対にうん、うん、自分たちだけ見るの。それと同じようにこのカタカムナっていうのは一つはあの 裏カタカムナと表カタカムナを両方使うことによって金剛界マンダラあとは太カ界マンダラが向き合って真ん中に空間が変,あの変容するように作られてるし、うん、かつこの表カタカムナ裏カタカムナを見ながらカタカムナを読むことによってカタカムナのエネルギーがものすごくパワフルになるようになってるってことが大事なの。 あのー、ちょっと質問なんですけども通常僕がよく教えてる話で全ての要するに自然界にあるものは陰陽でできているとで陰陽というと2極で二極の反対方向にあるものが合わさった時にエネルギーがあるというふうに考えてて先生が開発された「ブラックアイ」を初めて見た時も、うん、あれコイルが逆回転のコイルが。 あの合わさってるわけじゃないですか。あれここあれが僕はすごいなと思ったんです。これ最初見たときにあのさすがと思ったんですけれども。うん で今のカタカムナの説明を聞いてくると、うん、もっとさらに上の高次元のものは、うん、その陰と陽の二極だけではなくて立体なので、うんえー、もっとそれさら,さらに陰陽プラスさらの陰陽みたいなそういうふうになってるのかという今ちょっと思い始めたんですけど実はね、えっと、数字を考えてみると、はい、実数っていう数字があるでしょ。はいはい で実数には例えばプラススとマイナスがあるよね、うん、でも実数っていうのは明らかにこのこう数の直線で0こっちがマス1 0 0こっちがプ +100 だとすると数数直線上にししかないの実数は、うん、でしょうん、うん、あの1本の糸の上にこう例えばこれが糸だとするとここの線に見ると0があって100があってマス1 0 0があるっていうやつでしょ。はいはい これがまあプラスとマイナスゼロを起点にして2曲、はい、でもこれは2曲でしかないんだけど虚、はい、数は直この直線上にはない虚数はここにあるわ。虚数はここにあるわけだから陰陽、うん、以外にあるってことなのということなんですね、うん、つまりどういうことかというとあのー、あれあの紐みたいなの、ね、紐みたいなそこ紐 あそういれ,れでいいねこれねだからこう持っててこう、うんうん、こう持っていくと例えばこれがゼロだとするでしょはい、1, で1 2 3 4 5 6 1六、8 9 1 0 2 0ずっと無限大に続くでしょ、はい、でこっちがロを切ったにして一、マイナス1 2マイ1 0 0までもっと無限大に続くよねここの、はい。それをそれぞれ陰陽陰陽ってやっていくんだけど、はい、もう一個はねここがロだとするとカタかむなって がなぜうずかっていうとカタカムナはね虚数軸なのだからカタカムナはこの直線上にあるのよくてここら辺にあるわけでカタカムナは虚数だから回転軸なの何回転このこの周りを何回転するかどの幅を持って何回転するかなのこの幅を持って何回転するかっていう世界なのこの角度を持って何回転斜めにあの動くかっていうことなのなるほど全考え方が違う なるほど。このはまだ、あんまりみんな知られてないし、思ってる人も少ないし、こんなことを公言してる人もあんまり多くはないと思うんだけど、実際にはそこをカむのは動き始める。モナドを作ってるの。モナド。つまり、二極性じゃなくても、無極性なの。無極の中心にまた、中心が現れるんだけども、という形のモナドを作ってる。無極なの。最終的な。奥義なの。無限にあるわけですね。無限なの。 もう無,限が無極,な極がない極がほう<ー>それが無極2極を超えてる無極わこれはなかなかちょっと概念としては今までない概念ですね、うん、面白いだから無極がある上に形がないエネルギーがないエネルギーも形もない世界の話だエネルギーもないエネルギーもない エネルギーの元なんだよねはあ、そういう世界があるわけよそれが本当の前層の神っていう世界なだいやーなるほど神とは形を持たないエネルギーを持たない何も持たないその世界があるわけ あの僕が直感的に思ってる、うん、いわゆる雨の皆か、まあ一般的に神道ではね、うん、一,番一番の大元の神が雨の皆かしだって言ってるんですけども名前はど,どうでもいいんですけども、うんえっと、大元の一番根源的な神というものは善悪もないし、うんえー、感情もないし、うんえー、でそれは、えー、一つはルールだと僕は思ってるんですよ。そう宇宙のね、うん 宇宙ののルルールのこととを神と呼ですよね、うん、だから最初に僕前に言ったと思うんだけど「神」とはあらゆるものをなさしめている「仏性っていう言葉で表すことができて全てを生かそうとする力それ自体はエネルギーもおー何も持ってないのに全てを生かそうとする働きそのもののことを「あの前僧の神」っていうんだ 全く同じ理解です。だからよくよくそのスピリチュアル系をあの興味のある人はね、まあ女性に多いんですけども、神はは愛だっていう人が多いんですけど、僕それ間違ってると思ってるんですよ。本物の神は愛すらもないあのルルールでしかないと思ってるんですけど、同じ考え方ですよね。そうだね、ルールなのね。だから水が上から下に落ちる時に。 そういう感じかな。一す一が2になると、えー、円のあの円を円のほら内径は三百六十度でだっていうことだよね。うん、そういうのが神だと思ってるんだ,、うん、だけども、うん、その神がそれじゃ面白くないっていうことで、えー、自分が面白い世界を作れるようにっていうことがカタカムナなんだね。だからカタカムナは形のないものが初めて鋭型を作ったの。うん 型っってていう情報を作って、うん、これを鋳型としてあらゆるものを作るぞって創造物でこれから外れた形のものはないっていうことなの、うん、全てがこれがあの組み合わさったものが全てフラウブライフもそうだし、うん、あらゆる形の王様と言われているフラウブライフですらこのトゥリオブ・ライフから来てるわけそれも立体に。 これが太になる、うん、これはもう「太まに」だっていう,もう正面を僕し始めたんだけど、うん、今度「カタカムナ医学校」っていうあのすごい医学校も作ってるんだけども,、えー、もう10月からもうそのあの配信され始めるんだけども、はい、まあ10回ぐらいかなで実際にあのカタカムナのことが分かんなくてもカタカムナ人にしてしまうあの機械も作った その人の人をコントロールしてしてまう磁場<ー>でだからあの受講した人はもうそれに入れてあげてあのいっぱい本読まなくても一瞬でカタカムな人に最終的になれるようにしてしまう<ー>そうするとありとあらゆるものがあの自分が思い通りになってくるわけでも思い通りになるとね思い通りにしなくなる,なるっていうことが大事な何、うんうん、でも思い通りになったらね思い通りにしようとは思わなくなる。 うん、その境地が最終的な一番何かおもしろいと思う限りはねまだまだあの行くところまで行ってなくて何でもあの思い通りになると思ったら思い通りに数十勝がないやないかっていうまああれがままで完全なんだよねもう変える必要など何もないんだっていう境地があのそこに至るっていうのが。 うん、心髄ででもあるるわけ、ね、なるほど,なるほどあ人間っていうのは表現だから相手僕は相いてたらこう言ってこう言ってたら言ってるように見えるけどみんな一つなんだけど、うん、人から見たら表現があまりに多彩に表現し始めるから、うんうん、あの先生はこれもやってるこれもやってるカタカナもやってる薬もやってる電磁波もやってる。 神もやってるとことのカジルもやってるフラブライフもやってる今度磁場もやってる、うん、何やってんのってなるけども僕にとっては一つなの、うん、その中の全部が一つでまとまっちゃってるんだけど、うん、一般の人がほら例えばこれが「カタカムナって言っても「カバラじゃないの」ってなるわけ、うん、これをガチャンと反対側から組み合わせると中に「マカバができて「マカバっていう星型二重性四面体ができてそれを角度から見ると太まりの形になるわけ。うん そういういいのをみんな書いてあるから、うん、だからあの僕がやってることはみんな統一してるんだけどもぜ僕の全体像を把握できない限りはなかなかあのあちゃこちゃやってるなと思うんだけどでもその僕の部分的なものを利用するだけでもはるかに今の人たちが心が豊かになれるんじゃないかなと思ってそんなことで「カタカムナ」を読むっていうこと自体もねやっぱりあの自分自身を変えることにもなるしね。うんうん 面白いですよ肩甘な人口すごい増えてきてるよねすごい増えてますね,ね<え>いやーあー肩甘なのね、うんえー、そういう勉強ができるということで、うん、あの先生これからいろいろ情報をさらに発信されるい、ねうん、ということなので,そうです、ね、僕もさらに学びたいと思ってます、うん、ありがとうございますありがとうごいます、はいえー、今日もね、えー、すっごい深い話になりました、えー、本当に丸山先生って 何者でしょうって思うくらいに、えー、本当に、えー、楽しい先生です、えー。今日もね、最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあ、またねー